ハンサムスーツとは、鈴木治による日本の小説。および、これを原作とした、映画、漫画、テレビドラマ。亡き母親が残した定食や、心屋を経営する男、大北九郎は、料理上手で誰にでも分け隔てなく、接する心優しい性格なのに、デブで不細工な容姿から、生まれてこの方女性と交際どころかモテたことすらない。美人のアルバイト店員。 星野ひろ子に恋をした、彼は思い切って告白するも、あっさり振られてしまった上に、彼女は心屋をやめてしまう。そんなある日、友人の結婚式に着ていくスーツを買うために、紳士服店を訪れた拓郎は、店長、白木のすすめで、着るだけでハンサムになれるスーツ、ハンサムスーツを手に入れる。それを着ると拓郎は、見事なまでに、ハンサムな男、高山人に変身。 街を歩けば、女性には、モテモテ、モデルに、スカウトされて芝叩く間に大人気と、幸せな人生を手に入れたように思えた。安人の姿で、ひろこに出会った、彼は再び告白するが、なぜかまたもや振られてしまう。一方、拓郎としての私生活では、ひろこの後釜としてやってきた、前向きで仕事のできる橋の本校のことがなぜか気になり始める。 そんな中、ハンサムスーツは、お湯に濡れると、シワになってしまうことが判明。再び、紳士服店を訪れた拓郎は、お湯に濡れても大丈夫だが、それと引き換えに二度と元には、戻れなくなる、パーフェクトハンサムスーツを勧められる。その帰りに拓郎は、バスの中で女性に、パーフェクトハンサムスーツを入れていた紙袋が、当たってしまう。女性は拓郎を見るなり、 痴漢と決めつける。当然、痴漢などしていない拓郎は、言いがかりだというが、乗車していた男性に殴られ、さらに、あんたが痴漢しそうな顔をしていると言われる。拓郎は、僕がハンサムだったら、同じことをしていますかと聞くが、バカにされ、警察に捕まる。ヨネさんと新助が警察署に迎えに来て、拓郎は釈放される。ヨネさんと新助は拓郎を励ますために飲みに行く。 提案をするが、拓郎はショックでそんな気にはならない。シンスケは拓郎に、俺たちは、お前が痴漢してないのわかってるんだからなというが、拓郎は、もう永年と一人で店に帰宅する。帰宅すると、本家が、店の仕込みをしながら拓郎の帰りを待っていた。本家は警察に腹を立てながら、拓郎さんが、痴漢なんかするわけないのにという。拓郎はふと、本校に、 美人になって、本家さんに幸せになってほしいと言い、ハンサムスーツのことを明かそうとするが、本家は、それは本当に幸せなんですか拓郎さんが、拓郎さんのままで、何が悪いんですかと美人になることも、拓郎が、安人になろうとすることも拒否し、そのままの生活を望んだ。縁は、 映画版 ISBN 978から4から08から771204から旧2 0 0 8年11月1日公開。配給はアスミックエース。興業収入は8.6億円。映画館対象、映画館スタッフが選ぶ2008年に最もスクリーンで輝いた映画第68位。マイレボリューション。 マイレボリューション、アスナロ同タイトルの漫画が、ありがテラシジンによって、ビジネスジャンプ創刊23周年記念として2008年、第14号から2009年第5号まで連載。全2巻。内容は、成人向け青年漫画としての描写が強い。 2008年10月17日、観光 ISBN978 から4から08から87万7535から72009年3月19日、観光 ISBN978 から4から08から87万7619から42009年3月31日の22時 -23、24に富士テレビジョン系列にて、 舞台と一部の出演者を一新した単発スペシャルのテレビドラマとして放映された。視聴率13.3%。映画版とは別物のアナザーストーリーである。主人公の喫茶店とその近所に開店した巨大フードコートとの対決を基本設定に絡めている。秋山隆二と加藤朗佐は特急田中3号デトロイトメタル式に続く3度目の共演である。 不細工な容姿から辛い目に遭い続けた上野広太郎は、いつも支えてきてくれた母、春江と共に喫茶店、シャンゼリーゼを営んでいた。そんな中、近所に巨大フードコートが開店。すべての店員が美男子揃いのレストランが話題となり、シャンゼリーゼの客が激減。それが原因で、広志太郎は、母親と喧嘩して家出してしまう。 そして公園で人夜を明かした、広志太郎は、謎のハンサム男、高山杏人に出会う。その後、ひょんなことから、ハンサムスーツをもらい、美男子、高山杏人に変身。おかげで、店も徐々に活気を取り戻したが、杏人の噂を聞きつけた、フードコートのマネージャー、高宮に、料理対決を挑まれる。ほか、ありがとうございます。